どこの場所を切ればバランスがいいかなっていうのを見てあげてください、はい、で刺せる部分をちゃんと残してあげてね、うん、こんな感じで切ってこんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、今日はたくさんのご来店ありがとうございました。ありがとうございました。はい、雨のもうさっきまで雪だったよね。うん、ちょっと雪だったね。でまた今雨のと寒い中ありがとうございました。ちょっと雨なので聞き取りづらかったら申し訳ありません。はい。はい、なるべくしっかり喋るようにするので、はい。はい。ありがとうございます。はい、今日早速質問でさ、うん、バナナ美人の質問をいただいたお客様にご来店いただいたので、はい、バナナ美人の質問をちょっと先にお答えさせていただこうかなと思います。はい、はい、この質問は、バナナ美人がね、なんか増やしたい感じなんだよね、うん、で、結構大きく育てていただいて、うん、でもこれと兄弟かなと思うんだけど、これはもっと前のかな、これかな、ね、うん、トロピちゃんでお世話になったバナナ美人なんですが、うんうん、これからどのようにしたら良いでしょうか。今とっても可愛いです。でも増やしたいな、増やしたいかなって思ってます。お忙しいところすみません。時間あるときに教えてください。はい、結構ね、立派に育ってるんだよね。ね、綺麗に育ててくれてます。はい。はい、でバナナ美人、どんどんパチパチ切っちゃって大丈夫です。はい、どうしても夏に葉を落としやすい品種です。はい、暑さに結構弱いです。はい、ただね、棒だけになってしまっても、また秋に芽吹いてくれたりするので、うん、もしね、夏の間棒だけになってしまったとしても、処分とかせずにそのまま秋を迎えてあげてください。はい、で、どんどんね、こう木のように上に向かって枝分かれしていきます。うん、で、1本のものをずっと育てていくと、1本にまあ大体育っていっちゃうんだけど、うん、バナナ美人って花の時期になると成長点から花芽を出してきます。はい、で、成長点から花芽を出して花が枯れると、今度成長点がなくなってるので、頭が2つとか3つになって分かれてまた運動して成長していきます、はい、ね、自分で故意に切らなかったとしても結構花が咲くとどんどん分頭していくんですが、それでもやっぱり株元こんな感じで結構スカスカはしてきます、はい、でもね、結構他のアメチスチヌムとかに比べて成長点からしっかり花芽を出してくれる分、そんなに切って増やさなくても自然になってくれるかなっていうタイプです、うん、ね、これセダムではない、セダムパキフィツムだよね、バナナ美人はね、うん、はい、でなので、うん、どうしてもね、どんどん増やしたい場合は、切って刺して切って刺してでやってあげて大丈夫です。で、丸坊主にしてしまうんじゃなくて、うん、多分1本のそのお写真だと1本の幹から 3,4 個は多分出てると思うので、うん、そのね、うちの1つ2つは残してあげてカットして他のものを刺してあげるっていう風にしてあげてください、はい、これそんなに根が今張ってる感じじゃないので、うん、同じ、うん、この鉢に切って刺していきます、はい、今消毒した刃物持ってます。もしじゃあ根が詰まってる場合には、うん、植え替えしながら、うん、植え替えしながら増やしてあげてください、はい、で必ず他のエケベリアとかと同じようにバランスを見てやってあげてください、はい、どこの場所を切ればバランスがいいかなっていうのを見てあげてください、はい、で刺せる部分をちゃんと残してあげてね、うん、こんな感じで切ってあげます、はい、こんな感じね。全部これ頭を落としてしまうとちょっと悲しい姿になってしまうので、うん、全部落とさずに1個ぐらい残してあげてね、やってあげてください。で3本ぐらい出てたらそのうちの2本ぐらい切ってあげて、そうだね、そういう風にしてあげてください。で今の時期にどんどん切ってあげて、春の成長の時にどんどん根をつかせてあげるみたいな感じにしてあげるといいと思います。じゃあ時期としては今で OK？ うん、今 OK です。全然もう春に向けてどんどんそうやってカットしたり仕立て直してあげるっていうのすごい大事なので、うん、でこうやって見てもらうとこの下の方からもまた子供芽吹いているので、うん、こうやって芽吹いてる場合は全部頭を落としちゃっても全然大丈夫です、はい、下の部分からねちゃんと出てきてくれるので、はい、まだ何にも芽吹いていないときはちょっと心配なので、一つぐらいは頭残してあげてください、はい、で他の鉢にね、せっかくだから当たるような場所をしっかり切ってあげてバランスを整えてあげながら増やしてあげます、はい、でこんな感じでいいかな、カットの分はね、うん、
全然これでも可愛いね。ね、可愛い。でカットするときに自分では、いつも他の枝に対して影になってしまうような大きいところを取ってあげたりとか、あとちょっと空間が少ないようなところは間引く感じでカットしてあげてます。はい。から本当はここもう一本切りたいところかな。ね、もう一本切っちゃおうかな。ちょっとハサミで切ります。ここね。バナナ美人でさ、面白い匂いがするんだよね。いつも思うだけちょっと匂い嗅いで。切ったとこ？じゃなくて、バナナ美人。なんか奇妙な匂いがするよね。なんとかって言いたいけど言えない。青い匂いっていうのかな。ね、面白いよね。なんかさ、他の多肉とは違う匂いがするんだ。いつもこれ思ってた。なんかちょっと違う匂いだなって。ちょっとね、似た匂いを思い浮かばないんだけど、強いて言うなら、キュウリの皮の方。あ、そうだね、青いね、だからそういう匂いだよね。キュウリの皮を削いだ時の、あ、そうだね、あ、そうだね、ゴーヤとかね、苦い匂い、ね、今これで今、いつも使ってるトップジン、切り口をすぐ乾かせるためにトップジン取りました、いつもね、リサイクルの札とかそういうのをヘラにして使ってるので、これを切った切り口のとこを蓋をしてあげます、これやっておくと、絶対やった方がいいわけじゃないんだけど、やっておくとこう乾燥が防げるのと、あとばい菌がね入るのも防げるので、雑菌防止、あと殺菌作用もあるので殺菌剤としても効果があります、こんな感じで塗ってあげます。ボンド状になってるので、床にこぼしちゃったって人いたよね。いたね。そういう時はね、もしこぼしちゃったらすぐにこうなびって取ろうとしないで、拭き取ろうとしないで、乾かしてから剥がしてあげるといいです。ピリッとね。そう。それが一番綺麗に取れる。これね、どうしてもこすってしまうと取れづらくなっちゃう。繊維に入り込んでしまうので、なるべくこの塊のままボロッとピンセットで取ってあげるのがいいと思います。こんな感じで切り口の切った部分に今塗りました。あともう一個ちょっとよくさ、切った先がさ、こう乾いてきてさ、しぼんでっちゃうじゃん、先が。そう、それはこれで防げる。そう、特にさ、大型のエケベリアっていうのは、切り口が大きい、幹が太いので切り口が大きいので、これを塗っといてあげると次に出る新芽が出やすくなる、水分が抜けづらくなるから、どうしてもさ、切った下の土台って枯らしてしまうこともあるんだよね、そういう時ってやっぱ雑菌が入ってしまったとか、あとは切り口から乾燥しすぎてしまって水やりをしなくてどんどんそこがダメになってしまうとか、そういうことがあるんだけど、自分でそのこれを塗るようになってから結構バイ菌が入りづらくなった、バイ菌が入りづらくなったかなっていう感じはします、やっぱりこうダメになるとそこからふにゃふにゃってなってダメになってしまうので、こういう風に塗ってあげることで、乾く前からもどんどんバイ菌を防いでくれる、からこれあるとすごい便利です。最初の頃、切り始めて最初の頃なんか特に使ってもらえると失敗がないと思います、そんな高いものじゃないので1本用意しておくとね、他の植物とかでも使えるから。今切ったところに全部つけてるの？切ったところに全部塗りました、ね、こんな感じで、はい、こんな感じで塗りました。ちょっと植物の、2、3日すると綺麗に乾きます。大体1日で乾くんだけど、結構厚塗りしてしまうと1日だと中の部分がちょっとね、柔らかかったりする。この間、自分のルビーブラッシュが、あれどっかにあるんだよな、ないどっかこの辺、あったルビーブラッシュがね、綺麗に錦が入ってきて、あ、可愛いと思ったんだけど、下の株元が傷んでて、と思ってすごいショック受けて慌ててほじってこんな感じで塗りました、で結構厚塗りしちゃって1日だと乾かなかったんだよね、寒いっていうのもあるんだけど、こんな感じで乾くと半透明、今ちょっと濁った感じになってるんだけど、塗りたてはね、でこんな感じで透明感が出た感じに乾いてくれます、でこれもう少しして大体1週間から10日ぐらいすると幹の部分がだんだん盛り上がってくるので、盛り上がってきた頃にもし気になるようだったら取っちゃって大丈夫です、で取んなかったとしても根の出る力の方が全然強いので、根が押し出してこう周りから剥がしながら根が出てきてくれるので、無理に取らなくても全然大丈夫です、とにかくこれ今バイ菌を入るのを防ぐためにこういう風にしてます、ね、でこのバナナも乾いてから植えるので、ちょっとそれまではここに一緒に入れておきます、で、だいたい2、3日、早ければ明日、
天気が悪かったりすると乾きも結構悪いです、はい、もし明日乾いてれば明日これ植え付けるね、うん、で同じ鉢にこのまま植え付けるので、うん、別の逆さになってるけどこれだけでなんかにぎや鉢の中にぎやかに見えるね、うん、これで乾かしてます。いつも、ね、自分で乾かすときはこうやって逆さまにして、うん、あと忘れないように逆さまにしてると絶対目につくから、うん、こういう風にして乾かしてます、うん、でこれもさルビーブラッシュも切って多分忘れちゃうの、うん、なので忘れた頃に根が出てるからそれで OK ということで、ね、こんな感じでまた続きは明日ちょっと見てみます、はい、はい、大丈夫かな、うん、あと名前がって言ってたよね。あ、そうそうそう、あのね、うん、先ほどねコメント欄であって、うん、いい読んで、うん、いいよ。ひらひら多肉届きました、ありがとうございます。ありがとうございます。グリーンも大きいので野菜の匂いがしますまさにキュウリかな、違うんか青臭い匂いかね、はい、大変恐縮ですがネームがローマ文字なので日本語でそれぞれ教えてもらえますかってあるんだけど、はい、はい、じゃあ一つずつ言っていきます、はい、フリフリセットの品種ね、はい、まず一つ目クリスペートビューティーです。クリスペートビューティー、クリスペートビューティーです。はい、はい、で次大きいフリフリ、これはメリディアン、うん、メリディアン、メリディアンです。はい、はい、でもう一つ これが一番覚えづらいんだよね、うん、毛がいっぱい生えてるこの子はポーテリアケイミット、ポーテリアケイミット、うん、はい、モケモケあだ名モケモケにしてます、うん、長いからね。でもう一つコブが出てるこの品種はレインドロップ、レインドロップね、はい、はい、この4つになります。はい、はい、でもう一つさちょっとショックな出来事があったの、うん、ちょうどね、うん、この昨日大型エケベリアをちょっと自分でネットで調べてて、そしたら自分のうちの動画が出てきて、うん、多分この苗を植えた動画だったんだよね。切り戻して根が出たやつを植え付けてた動画だったんだけど、うん、もう結構前だね、すごい前だった、うん、多分1年ぐらい前の動画かな、もっと前かな、2年ぐらい前って書いてあったかな、うん、ね、でまず一つ目ショックなことはどうしてこんなに太っちゃったんだろう、太っちゃったんだろう、うん、自分がねまずそこに第一のショック、まずそこが一つ目のショックね、そこが一番のショックでした、はい、まあ、それはどうでもいいんだけど、あのこの植え付けた苗がこれだったんだよね、まさに植え替えした苗が、うん、でゴルゴンゾグロッタ、うん、でなんだけど2年植え替えをしてなかった、うん、そしたらこの幹が黒くなってて、うん、わかる、今こんな状態、うなだれて、もう幹がしっかりしてないから自立ができない感じだね、そうもう倒れちゃう、うん、で、ここ幹、この部分傷んでいます、うん、はい、なので、せっかくなのでその後、2年前のやつなんだけど動画でカットします。土もだいぶ固まってきてるね、でさ、違う苗がなんか入ってるんだよね、3つよく置いといたままね、ついちゃうんだよね、そう、ちょっとこれ取っちゃいます。はい、多分寄せ植えの苗か何かがね、でそれ置いといたんだと思うんだよね、うん、これまずねどうなってるか、はい、でこれどうやって処置をしようか最初にちょっと言っとくんですけど、うん、もし下の部分が生きていれば下の部分は下の部分で育てます、はい、でここの部分はきっとダメになってるので、うん、ここから上の部分をカットしてまた植え付けようと思います。はい、はい、なのでまず一回ここカットしてみようかなと思います。そうだね、どこまで行っちゃってるかだね、うん、ちょっと頭が重いので一回傷んだところで切っちゃいます。どんな感じかね、うん、ちょっとでも汁が出てるね、出てる、あ、本当だ、じゃあ意外と思ったより中までいってないかもしれない、うん、あ、こんな感じだ、うん、ちょっとこれ一回置きます、はい、どんな感じなのかちょっとピンセットで掘ってみるね。あ、柔らかい、うん、そうですね、ね、もうグズグズになってる、うん、結構この大型のエケベリアってこの幹が途中で傷むこともあるんだよね、うん、でも大体この幹が途中で傷んでる時って何か下に原因がある時なので、うん、ちょっとほじってみてどこの辺まで行ってるのか、うん、見たいんだけど意外と外側だけで大丈夫、あ、大丈夫そうな場合もあるんだよね、うん、もう少しちょっと切ってみます。ここに見てみてまだなんかこの辺黒いからこの辺までちょっと切ってみます一度、ハサミが壊れるかも、これ植木ハサミとかでジョギンって切っちゃった ね、大型のエケベリア切るときはいつも包丁で切ってるんだけど、ちょっと下行っちゃった、行っちゃった、大丈夫、うん、大丈夫、メスだとこれメスが折れると思うんだ、そうだね、
もうこのハサミはこれで処分です。使えなくなっちゃうね。まあでも緑っぽいのがなんか見える。出てきた。うん、出てきたもそこは、そのライン取れない。お、取れた。お、大丈夫だ。うん、これ、傷んでる部分はこれ、はい、で、大丈夫な部分はこれ、はい、これ多分大丈夫なので、うん、植え替えもしてあげたいけど、ちょっと芽が出るまであんまいじんない方がいいかな、うん、で、これ、さっきと同じようにこれを塗ってあげます。はい、大型のエケベリアは塗る面積が多いので、ちゃんとこれで殺菌も兼ねてるっていうのが嬉しいよね。うん、切り口を全部塞いであげる感じで必ず塗ってあげてください。むしろその殺菌を兼ねてるっていうのが一番のポイントだよね。そうだよね。ただ塗ってね、塞ぐだけじゃね、ばい菌まで塞いじゃうことになっちゃうから、うん、もうこうやってたっぷり塗ると乾きがすごい悪いんだよ。うん、でもね、すぐに塞いであげてください、乾かしちゃう前にね。はい、そしたら今度逆、ここはもう処分しています。はい、ちょっとアルコールで消毒してました。頭部分がどこまでやられてるか、ね、いっちゃってるか。なんかこんな見た感じ色が悪いなって思ったところでも切っちゃっていいです。で、触ってみてもちろん柔らかい部分はダメなんだけど、実際に傷んでるのはここの部分、ここまでの部分なので、この辺でちょっと一回切ってみます。切ってあげようかって言いたいんだけど、カメラがあるからね。あ、でも大丈夫そうだね。うん、こういうのはね、刃物があるとすごく便利なので、うん、包丁、包丁とかあるといいよね。うん、あ、大丈夫だ、こっち。本当だ。あ、手についちゃった、これが。ね、大丈夫そうだね、ここ、うん。ちょっとでも色が悪い。この茶色い、ほら、うん。ね、もう少し切ります。ちょっとでも茶色いのがあると、結構痛みが、この縁のとこ、この辺、うん。ここがまだね、怪しいもんね。確かに。ね、なのでもう少し切ります。野菜用の包丁じゃないよ、あの多肉用の包丁を1個用意しておくとすごく便利。大型のエケベリアを切るときは、うん、これ包丁で切ったよね。うん、向こうのハウス行くとあるんだけど、うん、大丈夫そう、うん、ね、こんな感じで大丈夫そうだね。うん、で、このしっかりここの穴を塞いであげないとまた菌が入ってしまうので、はい、穴を塞いであげます。でもカットするとちょうどいい機会だったね、あんだけ伸びちゃってるから。そう結構幹ね、ダメになりやすいので、うん、ちょっとしたことで傷んじゃったりもするので、こうやってたまにはダメになった時はね、バッサリ切ってあげてケアしてあげてください。はい、いつもにやっぱりたっぷりになるね。たっぷり使うっつった方がいいかな。うん、大型エケベリア、ちょっと塗っただけだとさ、濡れてないとことかあると結局そこからバイ菌とか入っちゃっても嫌なので、うん、多めにね、塗ってあげて。あ、こんな感じかな。うん、なのでこれはこのまま、まだ植え付けはできないので、ちょっと折れた葉っぱは取っちゃうので、ね、このまま植え付けできないので、あ、垂れちゃった。このままちょっと乾燥させます。で、ついでにこうやって花芽が出たところも切ってあげてください。見て、これ花芽から小株が出てる。本当だね、うん、こんな感じでさ、花芽の葉差しもこうやってあげると、はい、取っちゃったの。取っちゃった、これ切っちゃうから。いやいや、どうしたんかなって思う人もいるかもしれないから、そっか、取っちゃいました。はい、こんな感じでね、はい、で、傷んだものを切ったハサミは結構そのまま処分しちゃいます、自分ではね。うん、そうじゃないとまたバイキンが入るっていうのにちょっと手についた。斜めだから取れちゃうんだけど、こんな感じでこれ一回逆さまにして乾かしておきます。はい、干渉しないようにね。うん、ちょっとこっちに置いておくね。はい、
のまま、はい、OK、うん、液が垂れちゃうからね、はい、で、これももっと新鮮で液が良ければこういうところも葉差しができるんだけど、ちょっともう枯れてきちゃってるので、この辺は葉差しはちょっと厳しいかなっていう、うん、ね、そう感じです。もったいないね、もったいない、こんなに綺麗に育ったにね。でもさ、これで今度また下からも子供がしっかり吹いてくれるし、うん、上の部分もカットしてあげたことでまた上がぐんと成長するので、成長期の前に一回大型エケベリアをお持ちの方は整理してあげるといいです、はい、幹がこんなに大きくなって、あ、こんなに長くなって大きくなったのにって思うけど、一回カットしてあげれば下からも出るし、上もまた大きくなると思えばカットしやすいと思うので、なんかこうダイソーとかでちょっとした包丁買っておいて切ってあげてください、うん、はい、もっといい剪定バサミだったら切れるの、そうだね、あのこういうこれさ、枝切りバサミ、うん、ね、買っとこね、いつも2代目にこう大型エケベリア切ってもらっちゃってるから、うん、自分で切んないからね、あ、痛かった手があんなハサミで切れないなかなかね、え、うん、もう一個だけ、あとじゃあせっかくなので言っていい、うん、さっき教えてもらったのこれも言っちゃいます、うん、せっかくなので、はい、あのこれあのね、いつもいろんな情報を教えてくださるお客様がいて、うん、そのお客様に前に白粉系寒天とかブルーバードとかそういう系を薬剤散布した時に葉っぱの粉が取れてしまってシマウマ状になってしまった、うん、結構そういう風に言われる方もいらっしゃって、自分では水やりをザバザバっと上からやってしまうので、うん、そんなにこう薬剤とか水に対するあの敏感じゃない耐性がついてるんだろうね、うん、きっとね、うん、あとはもう逆にその薄粉はどっか剥がれちゃってるのかもね、その水の段階で。そうかもしれないね。そう、ただダドレアとかそういう系はやっぱり水やりすると粉剥がれてしまいます。うん、なのであんまりこう上からザバザバ普段水やりをしてない方とかで、あの下水差しでじょうろもちろん上げてる方なんか特にこれいいなと思ったんですが、うん、その霧吹き、うん、あのフェニカスプレーとかでもスプレーしてもらうと分かるんだけど、うん、結構粗いんだよね。フェニカスプレーってさ、このスプレーの、うん、なんていうんだ、この噴霧のこれが、うん、切り替えられる、ね、範囲が切り替えられてこんな感じで出てくるんですけど、うん、結構これが粗い、うん、あの薬剤が出てくるのよね、うん、で、この教えていただいたこの霧吹き、こう空のボトルで売ってるらしいんだけど、うん、キャンドゥで売ってるらしいです。キャンドゥね、うん、キャンドゥのね、お化粧品コーナーに売ってるんだって、うん、で、お化粧品コーナーに売ってるってことは顔にミストをするための細かいミストなわけなんだ。きめ細かいんだね。そう、そうするとそのきめ細かいやつをこう散布すると薬剤の跡が残らない。うん、なって、うん、いいね、ちょっとこれベニカスプレーね、うん、この粗さの違い、うん、分かるかな、動画じゃちょっと伝わらないかもしれないけど、ね、うん、けど全然もう霧みたいに舞って、うん、あのふわっとかけてくれるので、そのお客様は試した結果これが良かったそうです、うん、あのなんかでもね、ママは手が大きいからちょっとサイズが合わないと思うけどって言われたんだけど、女性、うん、きっとお化粧品にあるものだから、ところのやつだから女性向けのサイズに作られてるんだと思います。確かに手が大きい自分なんかでちょっと人差し指の部分ここがちっちゃくて押しづらいなっていうのもありました。だからこう霧状にこんだけ綺麗にミストしてくれるので、あのこう粉はげを防止してくれるんじゃないかなって思います、うん、その方はこれを使ってからこのハゲが全然良くなったそうです、うん、キャンドゥで売ってるトリガーボトルだって 310ml の、ね、うん、もしこのハゲでダイソーとかでも探せばありそうだよね。ありそう、でもね、キャンドゥなの。キャンドゥなの。そう、ダイソーでもない、ダイソーセリアじゃなくてキャンドゥって言ってた、うん、キャンドゥのやつがいいらしいです。近くにキャンドゥがある方は、ある方はぜひね、行ってみて、この細かい霧、確かにすごい細かいんだよ、ほら、うん、ね、すごい気持ちいいぐらい細かいです、はい、なんか細かいから風が吹いてると自分の顔に全部当たるっていうかそれは注意してください、はい、ね、なんかあ確かにいいなと思ったから吹いてみていいもんね、うん、すごい細かい、あのベニカスプレーってさ一点集中してやるのにはいいんだけど、なんだろうな、粗いんだよねやっぱりね、すごくね。で、噴霧器とかだと結構細かく霧状に自動の噴霧器だとできるけど、うん、なかなか皆さんあんなでかいものを家では使わないと思うので、うん、もしねちょっとした範囲で虫とかあとダニの薬をまくとかそういう殺菌剤をまくとか
あの白粉系だけでもこういうものを使ってあげると粉ハゲ防止になると思います。はい、はい、あのお客様からの素敵な情報でした。キャンドゥのみんなでね、キャンドゥ共有し合わないと。キャンドゥのトリガーボトル 310ml、はい、でなんかここの先っちょが細いから、あのデミカスプレーではこう奥まで入れられないところが先がこう歯と歯の隙間に入るから、それも便利だって言ってました。ね、はい、だ手が大きい人はちょっと大丈夫、ママほど手がでかい人はいないからなかなか。そうだから言っといた、あのじゃあパパだったらちょうどいいかもねってこのサイズ。バカにしてるもん。そんなにパパ手ちっちゃいんだったって言ってた。、うん、ね、そんなことでもしあの困ってる方がいたらいい情報でした、ね、はい、いいです本当に、確かに霧状でね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、はい、今日は21時に商品の更新をします。はい、はい、あの楽天の方で更新しますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、そういえば昨日ね、うん、ライブ配信遅くまでありがとうございました。ね、また昨日も楽しく、うん、なんかメッセージとかでもね、うん、あのエアビンゴだけどすごい楽しかったっていうコメントいただいたりして、うん、ありがとうございます。本当に僕たちも楽しませてもらいました、ね、はい、はい、またね、いろいろね、うん、今後やっていきたいと思いますので、ね、次はバレンタインセットを発送したら、でバレンタインもビンゴカードだったね、うん、って言ったね、そうだよね、バレンタインのビンゴ、うん、もしくは宝くじが先か、うん、でフリフリセットがあの販売終了になり次第宝くじもできますので、全てのお客様に発送が終わってからになりますので、うん、ぜひまだまだ在庫はございますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宝くじもなんかビンゴ大会のようにすごく長く楽しめるようにしたいなと思って、うん、うん、そうだね、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日は大丈夫かな。はい、大丈夫です。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ました。これね、これ昨日メッセージいただいてね、桜ママさんじゃないじゃないじゃない、うん、違う人、違う人、うん、なんかいつも、うん、そう、あのご視聴ありがとうございましたって最近言うけど、うん、前は違って、うん、そうそうそう、前の方が良かったですみたいな、今日も今もいいですみたいなさ、すごくよく聞いててくれてるんだなと思って、すごいね、うん、はい、はい、まあ、いろいろね、そうご意見いただいてすごくよく見てくれてるんだなって本当嬉しくなっちゃったよ ね、嬉しいよね、うん、そんなところ自分では気づいてなかったから、うん、なんか当たり前のようにいつも聞いてたから、うん、何にも異変に気づかなかったけど変えたんだ。そう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 、ちょっとね最後の締めの言葉を最近変えたんだよ ね、 ね、はい、ありがとうございます、まあ、ちょっと余談なんですが、はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。